こんにちは、有吉直子です。今日は旋律を演奏するときに棒吹きになってのっぺらぼうになってしまう吹き方と、生き生きした曲の魅力が出てくる吹き方になっているときとどういう風に違うのか、実際に見ていただきたいと思います。ではまず最初の演奏です。音が同じ大切さとして吹かれたもの、これすごくのっぺらぼうに聞こえたんじゃないかなと思います。これが楽譜に書いてある音符をただ並べただけという状態です。ではもう一つの演奏を聞いてみましょう。2番目の方がなんとなく生き生きと感じられたのではないでしょうか。これは大切な音とその大切な音を飾っている音というのを明確にして吹き上げた場合です。大切な音っていうのは聞かせたい音なので、ちょっと大きかったりちょっとアクセントがついていたり、飾りの音っていうのはその大切な音よりも強調されないようにコントロールされていたりというふうに、いろんなコントロールがされている状態になると生き生きと感じられると思います。楽譜の中でどの音が大切で、どの音が飾りなのか、どの音をどういう風に演奏したらいいのかっていうことを見分けるのが、楽典であり、アナリーゼというものになっています。楽器の音を出すだけが練習ではなくて、楽譜がどういう風になっているのか、音楽がどういう風に演奏されたいのかということを読み込むというのも大切な練習の一つです。参考にしていただけたら嬉しいです。アレクサンダーテクニックのことや楽典のこと、耳のトレーニングであるソルフェージュのことなど、たくさん書いている無料で読めるメルマガ、ぜひぜひ登録してみてください。ありがとうございました。